皆さんこんにちは、スタントライダーの大岡です。今日ね、ベトナム滞在、2日目になります。1日目はね、ただ来ただけで終わってしまいました。バイク屋さんもね、営業時間外になってしまって、ちょっとね、整備ができませんでした。なので、実質ね、今日2日目からバイクをセットアップしていくことになります。日本からね、持ってきたパーツこれになります。スーツケースの中にいろいろね、僕がいつも使ってるスタントパーツが入ってて、であとフロントタイヤも今回持ってきました。でちょっとね、荷物の制限上、40キロがマックスなんですよ。でそれ以上超過料金かかるんですけど、結局ね46キロで6キロ超過で6000円ぐらい払って、あの荷物持ってくることになったんですけど、ね、リアタイヤ持ってくるとね、超過料金とんでもないことになるので、今回はね、重さ制限の、理由でフロントタイヤだけ持ってきました。はい。で、ね、今日はこれを取り付けていくんですけど、トゥオン、バイク屋さんがあって、トゥオン、人の名前なんだけど、トゥオンがバイク屋さんをやってて、でそのバイク屋さんでね、この、パーツを、トゥオンのバイクにどんどん取り付けて、今週末ショーに、使う予定です。なのでね、できれば今日中に仕上げたいなという、形です。で、あと、追加の情報としては、ラファルのバイクはもう昨日中に、バイク出来上がってると。で、できれば今日、練習に行きたいみたいな、そういうことを言ってました。で、アーロンのバイクはまだ、アーロンのバイクは実は今カンボジアから来てるんですよ。で、そのトゥオンのバイクはあんま調子良くなくて、それでそのカンボジアからバイクを持ってきて、それに乗るっていう予定なんですけど、まだね、バイクが、ベトナムの方に届いてません。なので、それがね、いつ来るか。でさらにアーロンフレーム持ってきてるんで、アーロンのフレームにカンボジアのエンジンとハーネスを乗せて、で、トゥオンの、エンジンガードとかそういう基本のスタントパーツを取り付けて、で形でバイク1台作ってるんで、フルセットアップですね。バイク1台作るぐらいの、作業になりますんで、それを多分手伝うことに、なると思います。なので、ね、今日は、ね、多分一日整備になりますが、頑張ってバイク作りたいと思います。 I'm sorry, I'm talking about、our situations. 私は、ワイです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。オゲさん YouTube チャンネル。オゲさん YouTube チャンネル。 You Japanese way better than last time. どうも。どうも誰ですかね、こんな変な日本語をこれ変な日本語を教えたのはね、本当にね、もう誰ですかね超おもろいけどOK、 はい、はい。 So which anime do you like? One Punch Man. One Punch Man? 100% for the win. So One Punch Man is best、anime for you? For me, yeah、I agreeI agree. 僕もね、アーロンはワンパンチマンっていうアニメが大好きだそうです。で、ワンパンマン大好き。ワンパンマン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  is nickname, nickname, right? Yeah, yeah. So, ワンパンチマン is full name of animation, right? Yeah. Yeah. I think ワンパンマン is Japanese. Japanese? Yeah. Ah, ワンパンマン。ワンパンマン。ワンパンチマン。Not ワンパンマン。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 そうそう、ワンパンマンは、ニックネームなのか略称なのかわかんないけど、日本で呼ばれる名前でしょっていうふうになんか言ってました。で、アーロンはワンパンチマンが大好きで、僕もね、勧められてみたんですよ、ね、すげえ面白かったです。ジャスティスジャスティスクラッシュ。My favorite part. 無面ライダー。Yeah. 無面ライダー。無面ライダー。そう、ワンパンチマンの中に無面ライダーってキャラクターがいて、で、要は免許がないんですよ、無面で。だからいつもそれ自転車で登場して、で、来るんだけど、なんかその彼のね、必殺技がね、その自転車を投げ飛ばすっていう、yeah. 必殺技で、もう、ほんとくだらないんですよ。アーロンはそのキャラクターが大好きだそうです。無面ライダー is the best.My next competition for Circus Trick, it's going to be the Justice Crash. Okay, Justice Crash. Yeah. Justice Crash. Yeah. Justice Crash just throw the bicycle.
To the enemy. But with justice. Justice. It's justice. Okay. そう。僕らのね、大会にはね、シッケストトリックってサブカテゴリーがあります。で、シッケストトリックは非常にね、難しい技、一発技を、まあ、みんなの前で披露して、まあ、それでね、一番そのシッケストっていうのは一番やばい技っていう、まあ、そういう意味なんだけど、一番技はやばい技をね決めたやつが優勝するんですよ。でアーロンは次のねシッケストトリックでは、その自転車を投げる技、ジャスティスクラッシュをやるって言ってる。もう本当面白い。ということで、ベトナムのねバイク屋さん到着しました。はい。ね、バイク屋さんの前にはいきなりね、これグロムのスタント仕様が置いてありますね。なんかこれをね僕らに貸してくれるみたいです。なんかこれね僕ら多分街のにこれでするんだと思います。はい。で、バイク屋さんがここになります。何の看板もありませんが、これがバイク屋さんです。ね、入っていきましょう。ね、これがバイク屋さんです。はい、で彼がトワンです。で、僕のバイクね作っていきます。ちなみにねこれがラファルのバイクです。ラファルのバイクは、ね、ヤマハの R6 を、使ってますね。はい、てかなんかバイクのデッキがすごいいい気がする。よくできてる気がする。はい、で、これがね僕が今回乗るバイクです。はい、このバイクです。まあね、こうやってねちゃんと、ハーフフレーム、仕様になってます。でエンジンケージもついてますね。なので、まあ、これにねスタントパーツを取り付けて、ショーに使える、バイクにこれから仕上げていくという、そういうことです。はい、ちょっとね面倒くさい作業ですが、取り付け頑張って、バイクを作っていきたいと思います。はい、ということでバイク完成しました。アーロンと、僕とあとね、このお店の、メカニックが1人手伝ってくれて3人でセットアップしたので速攻で終わりました。 Just 2 hours? Yeah. Less than 2 hours? Less. Yeah. It's 11:15. We left the hotel at like 9:15. Yeah. So that's why now 11 o'clock. So I think 1 hour and a little bit.Yeah, just 1 hour and a little bit. Yeah. My hour work done. That's good, because my bike isn't even here yet. そう、あのね、問題がね、アーロンのバイクがまだ、ここに来てないんですよ。ただ、今日届くっていう話は、今日届くっていうことらしいんだけど、いつ届くか分かんない。だから夜届いたらさ、ね、徹夜して作んなきゃいけないし。My bike has the most work. Yeah. で、アーロンのバイクは、あのね、実はね今回アーロンねアメリカからフレーム持ってきてるんですよ。これね、これアメリカからねフレーム持ってきてるのね。で、このフレームにエンジン乗せたりとかするんで、ほぼねバイク1台作んなきゃいけないんですよ。だから今回はアーロンのバイクが非常に大変です。はい、なのでとりあえずまあ僕のバイクは完成したんだけど、アーロンのバイク、これからね、バイク届き次第、やっていくことになります。ここチャンネル実はね、ZX6R、0304年式なんですけど、ね、このバイクをベトナムで買うと非常に高いんですよ。なので、まあ、フレームとかね、サブフレームとかそういうものは 6R を使ってるんですけど、よく見ていくとね、なんだこれはっていうものがたまについていたりします。はい、で、まずトップブリッジね、これ僕見たことありません。何のトップブリッジなんでしょうか。
はい、これは多分 6R のトップブリッジじゃないと思います。何のやつだろうね。0304ではないですね、間違いなくね。で特にこのハンドルポストがついてるから、多分ねこういうねバーハンのなんかの車両のトップブリッジを流用してこれつけてんだと思います。でもちろんね合わせてアンダーブラケットも、違う車種のついてると思います。はい、ね、で今ねアーロンが、クラッチを直してくれてます。ワッシャーがついてなかったりね、なぜかねダブルナットがね片側についてるんですよ。こういうトラブルというか、こういうね、バイクのいじり方を結構してます。僕がね初めてベトナム来た時なんかはもうあらゆるボルトが緩んでて、ね、もう走ってる間にボルトが外れちゃったりとかね結構ありました。で、僕がね初めて来た時、サラっていうフランスの、ライダーと、一緒にショーやったんですけど、サラのバイクに関してはいきなりねハンドルが切れなくなるっていうね、重大な、トラブルがありました。はい、で、まあね年々、まあ、バイクの方はね改善されてはいるんですけど、まあ、なかなかね、日本で自分が乗っているようなバイクのような状況ではないかなという感じですね。はい、でもまあ年々良くなってきてます。だんだん、そういうねやっぱりみんなスタントの知識が全くないので、そういうのね少しずつ改善しながらバイクも良くなっていくみたいな、そういう感じになってます。ラフィー、 Show me your Japanese skill。ラフォデコザル、ポランドから来ました。日本万歳、積極的こんなクソ野郎。誰ですかね、このクソ野郎って人は。前回大好き。Who teach you? このクソ野郎。このクソ野郎、proud of you. I'm sorry. 僕が教えてる。ごめんなさい。ボカチャンネル。超降ってきた。今回のイベント会場に来てるんですが、来た途端にこの、すごい夕立です。ものすごい雨降ってますね。来た途端に降りました。で今日ねここで練習できるって話だったんですけど、ちょっとねこの雨だとね無理だよね全然。うん、で本当強い雨がすごい、この雨の強さね。でこの場所なんですけど、今ね僕が座っているところが観客席になるところです。でこのね観客席になるところ今ねこれ作ってるんですよ ね。だからまあ、これとか見れば分かるんだけど、ここ溶接してあるんですよ。でこのためにワンオフで作ってるんですよね、こういう観客席をね、うん、作ってます。はいね。でこういうねイベントをやるのにこうやってね、ここスタジアムなんですけど、そのスタジアムのね目の前にねこうやって特設ステージをね作ってくれて、うん、非常にお金がかかった素敵なイベントです。はい、それにしても雨半端ないね。これさ音聞こえるかな、このザーザー言ってるの分かるかな、うん、やばいなこれ。これやばいよね、この雨ね。うおー、マジか、濡れるな。テントの下だけど濡れるな、これ。